ビーレフェルト・シュタットバーンは、ドイツノルト・ベスト・ファー練習のビーレフェルト市に存在する、シュタットバーン。従来の路面電車を高規格化する形で1991年から営業運転を開始し、2020年現在、ビーレフェルト市内を中心に放射状に伸びる6、系統が存在する。デュアグカー・ビーレフェルトの町に、 市内電車が登場したのは1900年12月20日のことで、当初の路線は、リートチューンシャスブラックウィード同伏間、12両の電動車と8両の付随車により30分間隔のダイヤが設定されていた。翌1901年5月23日は、路線延長、車両増備、列車の増発が実施され、以降もさらに規模の拡大が続いた。 九百十二年の段階で総延長は十五五点零キロメートルとなり、第一次世界大戦の勃発に伴う延伸計画の中断があったものの九百二十八年には三路線を有する路線網となった。一方、九百二十年代の経済危機の影響による路線建設計画の中断という事態も生じ、この区間には九百二十五年十月十五日、 以降路線バスが運行されることとなった。以降も路線拡張に加え車両の大型化、路線の複線化などの近代化が実施されたが、第二次世界大戦の勃発はビーレフェルト市電にも大きな影響を与え、1945年3月31日の空襲により甚大な被害を受けた結果前線で運行を休止するまでに至った。 終戦後の6月28日には一部区間で営業運転を再開したが、使用可能であった車両は、電動車20両と付随車30両のみであり、バスによる代行運転が実施された。それ以降は、車両や施設の潜在復旧作業が続き、戦前の状態に戻ったのは1950年であった。その後は再び路線の拡張が始まり、 バスとの連携も踏まえた延長計画も遂行された。また乗客増加に対応するべく1951年に従来の二軸車二両の間に台車がないフローティング車体を挟んだ三車体連接車が製造されたが電動機の出力不足が問題視され本格的な連接車は1956年以降導入されたデュワグ製の二車体三車体連接車となった。 またそれ以前の1954年にもデュアグ製のボギー車の導入が行われたが、内電動車である T4 型については1962年に付随車の B4 型への改造、編入が実施された。地上時代のビーレフェルト市中心部の路線1960年代以降、ドイツ各地の路面電車では、モータリーゼーションの進行に伴う道路の混雑が問題となり、 安定した運転が難しい状況に陥る路線が相次いだ。そこで道路の上に敷かれていた平洋軌道を専用軌道や地下のトンネルに移し、高規格の中量軌道輸送システムとするシュタットバーンと呼ばれる概念が生まれた。ラインルール大都市圏では特にその動きが盛んであり、その中に含まれるビーレフェルトでも1968年のビーレフェルト大学設立が きっかけとなり、路面電車の下とバーン化計画が本格的に始まった。同年に建設が始まり、まず1971年に2号線のベックハウスストラッサ駅を含む全長250メートルの地下化が実施されたが、以降は西ドイツの経済危機が影響し、地下化工事は1982年まで長期にわたって中断された。だがその間に車両や 施設の更新は続き、1980年からプラットフォームの高床化やバリアフリー化が実施されたほか、1981年から1987年にかけてシュタットバーンに対応した M8C 型電車が導入され、従来の車両をすべて置き換えた。また、路線の拡張も続き、1978年には2号線の 延長区間にあたるバームハイドミルス管が開通したが、当初は2号線を含むた路線と接続しておらず、GT8 型を改造した GT8Z 型を使用したシャトル列車が運行していた。そして地下加工時の再開や、系統の見直し、信号回路や安全装置の変更など様々な工程を経た1991年4月28日、 ビーレフェルト中心部のラスリスノーパーク間のトンネル開通をもってビーレフェルト市電はビーレフェルトシュタットバーンとして再出発を果たした。運転間隔の短縮や速度の向上によりシュタットバーンは利用客から高い評価を受け開業から1ヶ月だけで利用客は開業前から30%も増大した。それに伴い誘導電動機、 VVVF インバータ制御を採用した M8、D 型電車が1992年に発注され、1994年11月25日から営業運転を開始した。一方で路線の拡張も進み、1995年から1996年に、かけて3号線の東部区間にあたるシーカー見て、サイタグホースと都線トラム間の延長が実施された。また、 同年3月からは新たにビーレフェルト大学方面へ伸びる4号線の建設が始まり2000年4月2日に地下区間が先行開業し2002年9月29日に大学駅を含む残りの地上区間が全通した。なお、その間の2000年8月には路面電車やバスなどビーレフェルト市内の公共交通運営権がビーレフェルト市交通局から 市の完全子会社である有限会社のモービールへ移管されたほか、先立つ7月からは、ノルトラインベストファーレン州に存在する他の交通事業者との共通運賃制度を導入し、地域間の利便性が向上した。これらのさらなる施策が功を奏し、開業15周年を迎えた2006年時点における、シュタットバーンの年間利用客は、転換前から70%も増大した。 2008年、モービールは公共交通機関のさらなる発展により2030年までに利用客数を倍増させる将来計画モービール2030を発表した。それを機に、同年以降シュタットバーンの線路や施設の更新工事が始まり、線路の騒音軽減や駅舎のバリアフリー化、新型電車バモスの導入など様々な近代化施策が実行に移されている。 さらに2015年には2号線のミルスワンテンハーゲン、間の延長が実施され、沿線とビーレフェルト市内中心部との利便性が大幅に向上している。シタットバーン開業から25周年を迎えた2016年の年間利用客は3454万人に達しており、路線バスも含めたモービール全体の年間利用客5960万人の 半数以上を占めている。さらに2018年のモービール全体の利用客数は6千1 0万人に増加しており、今後も路線バスとの連携も含め、環境に優しく定時性に優れた公共交通機関としての役割が期待されている。系統図2020年現在、ビーレフェルトシュタットバーンには6本の系統が存在し、基本系統に加え特定の時間帯に運行する。 保管系統が運行している。そのうちハウプテボンホフジョンプラッツロートハウス間は全系統が運行している。また、4系統が合流する地下駅であるハウプテボンホフ駅は2層構造になっており、系統によって停車するホームが異なるため注意を要する。地下駅及び一部の地上駅は、スタッドバーン化に伴い高床式プラットホームへ改められたが、 路面電車から受け継いだ、平用軌道区間については2019年の時点でも、低床式もしくは道路上から直接乗降する、形のまま残されている電停が存在する。運賃の支払いは事前に券売機から切符を購入する信用乗車方式を導入しており、券売機には運転中止などを伝えるためのスピーカーが設置されている。2020年現在、 ビーレフェルト・シュタット・バーンで使用されている車両は以下の通りである。定期運用につく全車両には地上空間の低床式プラットフォームに対応可能な折りたたみ式ステップが設置されている。下記の車両以外にも過去にはデュアングカーや M8C があったと同型車体ながら抵抗制御方式の制御装置を搭載した M8S 型が使用されていたが M8C 型の増備に伴い1987年までに営業運転から撤退した。その後、デュアグカーは一部車両がインスブルック市電やマンハイム市電、ビュルツブルグ市電、ウッチ市電に、M8C 型は全車両がマインツ市電へ譲渡されている。M8C 型、M8C 型ビーレフェルト市電のスタッドバーンカに向けて、 1982年から1987年にかけて44両が導入された3車体連接車。形式名の C は電気子直波制御を用いた車両であることを示す。2011年までは1両での運用も存在したが、乗客増加に伴い同年以降の営業運転は2両編成が基本となっている。B レフェルト・シタット・バーンの主力車両として30年以上に、 渡り使用されているが、2011年以降は、GTZ-8B 型バモスビーレフェルト導入に、伴い置き換えが進んでおり、2020年の時点で24両が在籍する。M8D 型全面広告塗装利用客の大幅な増加を受けて導入された三車体連接車。1992年に、アドトランツシーメンスへ発注が行われ、 1994年8月26日から営業運転を開始した。同年から1995年まで導入された一時車と1998年に増備された二次車が存在する。三小誘導電動機が搭載されており、制御方式は VVVF インバータ制御を用いる。両運転台車両だが、片側は簡易運転台のみが設置され、営業運転時は、 最短2両編成で使用される。メガバイト4型車内利用客増加や4号線開通に伴い、1999年に5両が製造された、付随車。2両の M8D 型に挟まれる形で使用され、編成長68メートルは導入当時の、ドイツ国内における機関線ミリメートルの路面電車、シュタットバーンで最長であった。他の車両と異なり車体は、ボギー車で、 屋根上には、車内電源供給用のシングルアーム式パンタグラフが設置されている。導入当初は前日の通り4号線に導入されたが、GTZ-8B 型の導入に伴い2019年現在は1号線で運用につく。GTZ-8B 型老朽化が進んだ初期の車両の置換用として2011年以降導入が進められている最新車両。 ドイツライプツヒのハイターブリック製の三車体、連接車で、バモスという愛称を有する。従来の車両から車幅を広げることで、着席定員数が50%増加しており、車内には、ベビーカーや車椅子、自転車を設置することができる、フリースペースも設置されている。制動装置は消費エネルギー削減を図るため、回生ブレーキが用いられている。 スパラニックスプレスビーレフェルト・シュタットバーンでは、デ電時代の1978年から、イベントやツアー、臨時列車などに用いられる、特別車両、スパラニックスプレスを所有している。インスブルックデ電時代の814、シュタットバーン海前の主力車両であった、デュワグ製の連接車のうち、1962年に,に、車体連接車として製造された244は、 利用客増加を受けて1975年に3、車体連接車814に改造され、スタッドバーン化に伴う、市内中心部の地下化、プラットフォームの高い床化を受けて1981年に、オーストリアのインスブルック市でに譲渡された。その後は長期間にわたって、道路線で使用されたが、超低床電車の導入に伴い余剰となり、2008年の UEFA 欧州選手権における臨時列車を最後に営業運転から退いた。同年7月14日、モービールは歴史的な車両としてこの3車体連接車を買い戻し、スタッドバーンでの走行に合わせた改良に着手した。直流7 5 0トの河川電圧に対応できる両駆動装置や制動装置を変更したほか、車内には ガイド用の音声案内装置が搭載され、優先信号機の操作や、無線通信用の情報システムも設置された。オルドタイマー版という愛称が付けられた。この車両は、2011年8月21日から、毎月第3日曜日に、シーカー1000年間で、定期的な保存運転を行っている。営業開始当初は、インスブルック市電時代の濃い赤を基調とした塗装で、 運用されていたが、2020年現在は、ビーレフェルト市電時代の塗装に復元されている。レール作成者、ビーレフェルト・シュタットバーンには、軌道計測者やレール輸送用の長物車、バラストを運ぶホッパ車、トラック改造のレール清掃車や高所作業車など、多数の事業用車が在籍するが、その中で、レール作成者は、シュタットバーン化まで。 営業運転に使用されていた GT8 型を1990年に改造した車両である。ありがとうございます。